クランクアップ時にお手紙を交換したということで、まあ、お二人がどういう思いで本作の撮影に臨んだのかというのもお客様に伝わるのかななんて思うので、もしよろしければ私たちも知ってよい部分があるのであればその部分を、はい、あ、今持ってらっしゃる、素晴らしい。じゃあ高石さんからお願いします。あ、私が最初で大丈夫です。高石さんの部、あ、来てこうで大丈夫です。あ、そうか、アンサー。あ、そうですよね。そうですね。一応厳密に言えば最初に伊沢さんからもらったのをもらって、本撮影があってそのクランクアップで渡して、追撮1日だけしてたんですけど、その追撮でそのアンサーをもらうっていう、なんか恥ずかしい。これは一応、これな、これ何でしたっけ、これ。クジャク？クジャク、クジャクの。今一応って言った。で、後ろがクマさんのあれですね。クマさんの絵ですね。パンダとトラ。手伝おうか。大丈夫。ちょっと全部読んじゃったあれですよね。これ結構そうですよね。なんかそうですよね。なんかすごい。まあ、アンサーもあると考えて、そうですね、すごい、2枚いただいてて、すごい文字数がすごいびっしり書いてくださってるんですけど、読ませていただきます。これ一部なんですけど、はい、割と真逆な私たちですが似てるところもあります。アイディアを思いつくところ、ちょっとドジなところ、集中しだすとものすごく集中するところ、美味しいものでご機嫌になるところ、この仕事が向いてるところ、素晴らしいキャストとスタッフに、周りの人に恵まれているところ、二人でいれば貴様日に変身できるところ、どうしようかな、ある用務員のしほり科で始まり、ベビー1ベビー2を終えて、パワーアップしましたね。高石あかりが大好きです。これからもよろしくね、伊沢沙織という。ちょっと一部ですけどラブレターが公開されちゃいました公開されちゃいましたねじゃあ伊沢さんからも。そうですね、はい、それでアンサーをいただいて、これわかりますかね、封筒のこう出すとこあるじゃないですか、まあ、ここに紙が1枚入ってるんですけど、表にびっしり手紙を書いてくるっていう、ちょっと一番、そうですね、初めて見た斬新スタイルで中身がない、まあ、私もちょっとこう、どこ読むかな。では二人でクランクアップを迎えることができてとても嬉しいです。9月2日の撮影から気がつくとあと1ヶ月、あの日いただいた手紙を、そういうこれですね、隣に置いてこの手紙を書いています。で、似ているところたくさんでした。せっかくなので私も、とてもまっすぐなところ、好きなことと夢を追いかけているところ、負けず嫌いなところ、二人でいると力が倍増なところ、笑顔がチャーミングだところ、自分の気持ちに嘘をつかないところ、探したらたくさんあった、いろんなところで言わせてもらってますが、ある嫁院で出会ったあの日に伊沢さんに恋に落ちて、今ベビュアル2撮り終わって、もう運命の何者でもないと思ってますっていう、手紙に大好きと書き合い、日記に相手のことを書いてるんです、証明されてると思います。で、この後私の好きなところをすっごいいっぱい書いてくれてるんですけど、ちょっとここ恥ずかしいのででも、この中に私一番すごいこれ嬉しかったのは大吉っていうカードが入っててそうで、裏に伊沢沙織すべてうまくいく、高石あかりって書いてあるので、もうこれをもらった時はもう本当に涙が止まらず、クランクアップは毎回泣くという事態になりました。本当にそれを私は見ているという。そうですね、泣かずに見ている、泣かずに見ているこんな感じで、こんな感じでちょっと恥ずかしいですけど、はい、ありがとうございます素晴らしい、お互いを思う気持ちが